30分の枠で。ヘアフェアの1シムを回る予定。プレゼントゲットしながら。だから女の子で回ります。では早速スタート。ちなみにかなり重いので表示されない場合はスルーで。プレゼントは1リンデンドルのもあります。これは多分売り上げの 50% を寄付するという意味。意味のない子供にウィッグを。髪の。
ここはさっきもちらっと見たけど帽子好きで面白い。このギフトもなかなかいい。メインスポンサー的なバンダナや。レイの顔もすでに導入済み。今年のバンダナは種類が豊富。
これは欲しくない、わら。やあ、さっき全部見てきましたよ。書さんいらっしゃい。ギフトもいろいろありますね。そうですね。今日は割と苦労なく渋む声できたので、ですね。私も5回目くらいでは入れました。イベントを見て回るには良いと思いました。大体このペースで1シムは回れそうです。プレゼントを回収しつつ、盗撮はあまりできない、わら。結構日本人の店もありそうな感じでした。
そうなんですよね。商品にカーソル当てると日本人らしき名前が。和骨です。こんばんは。味玉さんいらっしゃい。プレゼント回収枠です。わら。半分くらいのお店が用意している感じ。プレゼント。ヘアフェアです。だから女の子アバターで来てます。髪の毛いっぱいくれるのか。そうそう。こういうやつです。お店によって置いてるんですよ。ただ一輪デンドルのものも多いですね。寄付的な感じかな。全部見てきたけど、男用の髪型はやはり少なかったです。はい。髪の毛のない子供にウィッグを送るのが目的。女性アバターじゃないとあまり楽しめないかも。ただ去年より幾分男物は増えたかな。ここは女性用でもつけていくスタイル。それもまたよし、わら。かわいい。ポニテ的なのいいなー。ありますよー。
すごい、わら。あれは使う場面が、わら。そうこうしているうちにラストのお店です。これで1シム終了。なんか聞こえた、わら。では残り時間はゆっくり盗撮を。表示されるかなぁ。明らかにカップル。これは、わらわら。軽くスルー、わら。似合うね。む、き、むき。痩せすぎだけど。戦士です。むきむきよりもムチムチの方がいいです。アマゾネスさんこんばんは。同意。幾分ムチムチ。ムチムチが来た。これ私、わら。ロリ、わら。こういう時のために持ってます、わら。時々放送で見かけますね。はい。結構使ってます。おっと時間だ。おつう。来場ありがとうございます。